Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. の激辛ジョニーです。今日もみんなの新曲を使えちゃうぞ、やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京赤羽にあります火鍋専門店、グレースファミリー赤羽店さんに来ております。こちらですね、もう中国を代表とするね、ポピュラーな鍋料理、はい、火鍋が楽しめるところ今回やっていくんですけども、まあね、もうこれからね寒い季節になります。はい、もうこのね中国のこのいっぱいね薬味を使った火鍋を食べて、寒い冬を乗り越えようということで今回やってきました。で今回ですね、なんか120分食べ放題コースというメニューがあるんで、それをですね、まあ、ちょっと辛いねマーラースープ、唐辛子とホアジャオ、はい、山椒を使った辛しびのスープに、ちょっとねつけだれ、辛いちょっと激辛のつけだれをつけてちょっと辛さ増しで、食べていきたいかなと思います。はい、それでは早速いきましょう。レッツゴー。来ました。こちらが、120分コース、食べ放題コースの、まあ、これメニュー、ちょっと食べ放題コースという感じですね。はい、で、一応ね、このスープがこのマーラで、こっちが、パイタン、はい、ということで、で野菜もこれだけ豊富ありますから、でこちら豚バラということでね、あとね、今回ね、大油タレっていうね、ちょっと激辛の漬けだれをね、用意してもらいまして、一応ね、ちょっとあとここはね、こうちょっと辛さ増しをしてもらってます。いただきます。さあ食べ放題コースお手並み拝見ですよ、ということで、じゃあちょっとどんなもんかといただきます。これは強烈、しびれも効いてる。しびれるね、結構。我が社のしびれがだいぶパンチが効いてますけど、でも肉いただきます。ラム肉うまい。脂身の少ない部分なんでチュルチュル入ってきますね。でちょっとこう辛さの、ちょっと辛さをちょっと癒すためにこっちのパイタンスープの方いきましょう。大根入ってる、こう野菜豊富ですね。ネギやら大根、かぼちゃ、チンゲン菜、きのこやら、パイタンスープ。こんにちは。辛さがクリーミーになりますね。おいしい。まだ序盤、もう汗が滝のように
ちょもう野菜全部入れちゃおうか。ちょマーラー攻めにしよう。豚バラ。豚バラあります。鶏もも。がっつりいっちゃおうかな。が効いてるね。ラム肉うまいわ。ちょっと個人的に一押しだわこちら、豚ロース。壁紙にね、なめんなよマジで辛いぜと、いうことで確かに辛いわ、辛いの苦手な方はご遠慮くださいと書いてます。結構ね、結構このマーラーはこの唐辛子の、ホワジャオ山椒が効いてて辛しび系ですね。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。グレースファミリー火鍋専門店赤羽さんの、火鍋辛さレベル、じゃらららじゃん辛さレベル 7.5 です。おめでとうございます。体中のありとあらゆる毛穴からね、もう水分がもう汗がもう出てるね。もうこの通り、もうねこのウーロン茶飲まないと体中の水分がなくなって、しまいそうな、それぐらいの辛さです。はい、もうこれ常にこう日が経ってますからね、もう常に熱々の状態でこの火鍋を楽しめることで、さまざまこの野菜やらお肉はね、このラム肉が僕的に個人的にすごく美味しかったですね。もうちょっと脂身が少なくて、癖もなくねサクサク食べれたかなと思います。結構ねこうシビ辛、まあ、ホワジャオを使ったねこうシビ辛が好きな人はね、ぜひぜひこれちょっと試しに食べてください。結構辛い、ね、食べ終わったら、ね、もう口の中がピリピリと心地いいしびれがあります。興味ある方はね赤羽に行ったら
グレースファミリーへということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ゲイカルブログ、ツイッターとも更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。